はい、皆様こんにちは、ゆかはなです。今日も見ていただいてありがとうございます。今日は私が普段使っているおすすめのブラシたちをご紹介したいと思いますので、もし参考になれば嬉しいので最後まで見てください。はい、ではお伝えしていきます。まずですね、こちらから、こちらまで、こちらまでがダイソーの春姫シリーズになります。はい、でまあ、100円から2、300円のものもあるんですけども、まずこちらからお伝えしていくと、こちらがファンデーションブラシになりまして、もうすごい、かなり本当にふわふわしています。はい、本当に100円とは思えない、ダイソーとは思えないクオリティの高さなので、すごいおすすめです。で、まあ、パウダーをつけるときに、まあ、リキッドとかコンシーラーが取れる感じがしないっていうのと、あと肌をきれいに仕上げてくれるので、すごくふわふわしているのでおすすめです。で、あとこちらの2本なんですけども、こちらも、かなりふわふわしていて、おすすめなんですけども、こっちが、ですね、チークブラシになります。で、こちらが、ピンク系のチークを使うときに使う感じです。で、こっちがオレンジ系のチークを使うときに使用します。はい。で、これも、すごい、こう、ふんわりとチークを、仕上げてくれるので、かなりおすすめです。で、お次にご紹介するのが、こちらのリキッドファンデーションになります。で、このリキッドファンデーションは、まあ、大体手で伸ばしたりとか、まあ、スポンジとかパフとか使ったりすると思うんですけども、このリキッドファンデーションはすごい伸びが良くて、かなりしっかりしているので、肌馴染みもすごいいいです。なので、リキッドも少しの量で、本当に、ちょっとの量で、ちゃんと伸びるので、で、すごい、こう、なんていうのかな、馴染みがすごいいいです。なので、すごいこちらもかなりおすすめです。で、お次に紹介するのが、こちらが、アイブロウとかノーズシャドウの、ブラシになります。これも結構ブラシがしっかりしているので描きやすいです。で、これは眉尻とか、目尻とかに使う細い筆なんですけども、これも描きやすくておすすめです。ぼかす時とかおすすめです。で、これは普通にドラッグストアとかに売ってる、アイシャドウのブラシですね。まあ、これは特に、普通って感じですかね。はい。で、収納している、このブラシを収納しているのはこちら瓶に入って、たやつなんですけども、この瓶に石を入れてちょっとおしゃれっぽく収納しています。なんか本当にこう刺すだけって感じで、はい、こんな感じで収納しています。で、見た目もおしゃれだし、すごい収納的にも使いやすいのでかなりおすすめです。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。じゃあねー。